日本では毎年空き家が増え続けていますが、実は空き家を放置すると私たちの生活に危険が及びます。では空き家を放置するとどんな危険があるのでしょうか。代表的な5つの危険を紹介します。1つ目は治安の悪化。空き家は自由に出入りができて、家具もそのまま揃っていることが多いです。そのため不審者や犯罪者が住み着く環境に適しています。そうなると空き家が犯罪の温床となり、空き巣の被害や子供が犯罪に遭うリスクが高くなります。2つ目は景観の悪化です。空き家を放置すると草木が生い茂り、ゴミの不法投棄場所になることもあります。もしあなたが景観の良い町に住んでいたとしても、家の近所の空き家がゴミ屋敷のようになるかもしれません。3つ目は野生動物による被害です。空き家に無断で入ってくるのは人だけではありません。人がいなくなった家屋には野生動物が住み着きます。空き家に住み着いた野生動物が近所の家やゴミ捨て場を荒らしたり、糞尿による悪臭も発生するので衛生環境が悪化します。また人を襲うスズメバチが巣を作ることもあるので怪我の危険もあります。4つ目は建物の倒壊と火事のリスクです。建物が古くなり管理する人がいなくなると、地震などで倒壊してしまうリスクが高くなります。また通常の家よりも放火が起きやすいので火事に遭うリスクも高くなります。このように空き家の近所に住んでいると身の安全が脅かされます。5つ目は固定資産税の激増です。倒壊や衛生環境の悪い空き家は国から特定空き家に指定されます。そうすると通常の空き家と比べて6倍に跳ね上がります。空き家を所有して放置していると突然莫大な固定資産税を払う可能性があるのです。とはいえ空き家は管理するのにも解体するのにもお金がかかるので、手つかずで放置されている空き家が後を絶ちません。そんな放置された空き家を使って今新しいビジネスが始まっています。例えばアドレスというサービスがあります。アドレスは所有者から空き家を提供してもらいリノベーションします。そしてアドレスの会員は月額4万円を支払えば、アドレスに登録している全国の家にどこでも住むことができるというサービスです。このように空き家を活用したビジネスは、私たちの身の回りの危険を取り除くだけでなく、本来かかるコストを削減するどころか新たな利益も生み出しているので、空き家問題を解決するための手段の一つとしてとても有効です。このチャンネルでは他にも社会課題をビジネスで解決する事例やアイデアを分かりやすく紹介しています。ぜひチャンネル登録して最新の情報を手に入れてください。